工夫して計算できないかっていうのをよく考えながら解いていくのがポイントです。この式変形、この問題はね、この方法はよく出てきます。放課後チャレンジ研究員の横山敦貴です。放課後チャレンジはみんなからの依頼に僕たちが体当たりで挑んでいくチャンネルです。今回の依頼は数学の数と式を克服したいです。はい、ということでね、今回は高校数学のね、数と式というね、単元のお話をしていきたいと思います。いろんなね、計算問題が出てくるこの単元ですけれども、その中でもね、よーくね、間違いやすいね、ルートが含まれているね、そんな計算問題、そしてね、工夫した計算がね、必要になってくる、そんな問題をね、紹介しながら、どういうところに気をつけてこういう計算問題はね、解いていけばいいのかっていう話をね、していきたいと思っております。ということで、早速問題見ていこうと思うんですけれども、問題はこちらです。 x イコールルート3マイナスルート2分のルート3プラスルート2の時に x プラス x 分の1、そして x 2乗プラス x 2乗分の1、この値を求めましょうという問題になっております。はいね、こんな問題出てきた時に皆さんね、どういうふうに思いますか？うわ、なんかちょっと複雑だなみたいないうふうに思う人も多いかもしれません。ただ実はね、こういう問題こそ工夫のね、違いがある問題だったりします。はい、ポイントね、工夫して計算できないかっていうのをよく考えながら解いていくのがポイントです。はい、ということで早速見ていこうと思うんですけれども、今回ね、一つの文章に入っておりますが、出すね、値は2つあります。うん、この値とこの値です。うん、まずはね、こっちは簡単そうですよね。 x プラス x 分の1、 x の逆数とね、元の数を足してるっていう風な感じなんですけども、ちょっとこの x 分の1というね、 x 分の1というものを実際に書いてみるとどうなるかね、せっかくからやってみようと思うんですけども、 x 分の1がどうなるかっていうと、はい、ルート3プラスルート2分の、はい、ルート3マイナスルート2っていう風なんだよね。はい、でこれと元の x を足せばいいっていうわけなんですけれども、なんかうまくいきそうな気がしませんか？下がね、ルート3プラスルート2というのと、ルート3マイナスルート2っていう風になっています。これね、はい、うまくね、通分していくと分母が簡単になりそうだなっていうのが見えてくると、その方はですね、しっかりとこのね、分野がね、マスターしてる人な気がします。実際どうなるかやってみようと思うんですけれども、 x プラス x 分の1、はい、ルート3マイナスルート2分のルート3プラスルート2足すね、はい、これを計算していきます。はい、ここね、はい、通分していきますね。どうなるかっていうとね、こっち側ルート3マイナスルート2の方にはルート3プラスルート2をかけて、こっちにはね、ルート3マイナスルート2をかけていくっていうふうにやるとね、分母は同じ、ルート3マイナスルート2分かけることのルート3プラスルート2分のっていうふうになりますね。はい、でこれで分子がどうなっていくかって話です。こっちの元の x の方にはルート3プラスルート2っていうのをかけておりますので、はい、この分子のルート3プラスルート2が2回分、つまりルート3プラスルート2の2乗になります。でこっち、はい、プラス、ルート3マイナスルート2、はい、の2乗っていう風になりますね。こっちはね、ルート3マイナスルート2をかけているので、はい、両方とも2乗2乗という風になっていきます。さあ、こっからね、計算するとき、このまま計算してもいいんですけども、ちょっとね、不安な人は、ね、それぞれこうね、計算してもらっても OK です。例えば、分母、どうなるのかなっていうふうに、こうやって切り出して考えていくと、どうなるか。はい。これは、ね、ここがプラスマイナスのね、はい、なっている式なので、イメージは、これと一緒です。これ。x プラス y。ね。はい、この式を展開するとどうなるかっていうと、x2 乗マイナス y2 乗っていう風になるわけだから、ね、この式もそんな感じで計算すると、ルート3の2乗、つまり3
ね、ルート2の2乗。つまり、2という風になって 3-2 で、分母がね、なんと1になるわけですね。はい、綺麗です。はい、分母は1になります。じゃあ、分子はどうなるかって話ですね。分子はじゃあちょっとね、残しながら行きましょう。分母1になっちゃうのでね、ここ消しちゃいますよ。はい、ここ消えますよ。はい、ここ消えます。なので、分子だけ見ていきます。はい、分子だけ見ていくと、ここのルート3の2乗、はい、足す、2×√3×√2。うん。だね。はい、ルート3かけるルート2。足すことのルート2の2乗。はい、これルート3プラスルート2が展開できました。で、ここから残り後半。ルート3の2乗マイナス2、ルート3、ルート2。はい。足すことのルート2の2乗ということで、はい、左側も右側も展開することができました。で、これでね、このまま全部ね、合わせていくとどういうことが起きるかというと、はい、まあ、こことかはね、普通に3っていう風になって、なんと、ここのルート、2×√3×√2っていうものは、ここ同じものがあって、プラスとマイナスになっていますので、実は消えます。はい、消えます。なので、なくなりました。そして、足すことの2、足すことの3、足すことの2という風になって、なんと答えがめちゃくちゃ綺麗な10というね、値になりました。はい、綺麗になるわけですね。これがね、x プラス x 分の1の方の値になります。これは10です。はい、10です。はい。じゃあもう一個ね、この x2 乗プラス x2 乗分の1というのを計算していけばいいんですけれども、これをね、今みたいな風にやっていくこともできるわけですよ。でもね、ちょっと計算がめんどくさそうですよね。実は、これを利用してできるっていう方法がありますので、ね、この形を見たときに、ぜひ、こちら。はい。これを想像してほしいなと思います。a プラス b の2乗イコール a の2乗足す 2ab プラす b 2乗このね展開の公式がありました。これをね式変形していって a 2乗足す b 2乗イコールだけにしていくとね a プラス b の2乗引く 2ab という風にすることができます。これをね利用すると実はこの問題めっちゃ簡単になります。はい、どういうことかっていうと今回はねこれ a がx2 乗です。そして b が x2 乗分の1、あ、x 分の1ですね。a が x、b が x 分の1というふうに考えていくと、2乗足す2乗になっておりますよね。はい。どういうことかっていうと、これを使っていくと、x2 乗プラス x2 乗分の1というものがどうなるかっていうと、この式に当てはめていくと、x プラス x 分の1の2乗引く 2×x×x 分の1っていう風になるんだよね。はい。そうすると、なんと、この x プラス x 分の1がさっき計算していて10っていう風な値なのがわかるので、はい。10の2乗になります。一瞬です。そしてこのマイナス 2×x×x 分の1でここが消えてマイナス2になるわけですね。はい。ということは100引く2で98という答えになります。はい。こっちはね、98という風になるわけですね。はい。実はこの問題ね、1個目ができてしまうと2個目がね、一瞬でできてしまうという問題になっています。はい。ポイントはね、この工夫して計算できないかっていうふうに考えているところですね。そしてね、この式変形、この問題はね、この方法はよく出てきます。なので、こう2乗足すね、2乗分の1分の1というのをね、見つけたら、ぜひこのね、やり方を思い出してもらって解いてほしいなというふうに思います。はい。数と式の単元にはね、こういうふうに工夫していくと、意外と簡単になるような、簡単な答えになるような問題がたくさんあります。そう。時々ね、複雑なだけの問題もあるんですけども、ぜひね、工夫しながら解いていこうっていうふうに考えていくと、よりね、問題が解きやすくなっていきますので、ぜひ頑張ってね、向かってほしいなというふうに思っております。
はい、ということで以上となります。ありがとうございました。さよなら。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。